どうも、バーンです。ですね、チャット GPT ですね、今話題の人工知能。これとね、しりとりするとね、なんか面白いことが起こるっていう話を聞いたんで、ちょっと僕もね、やってみようというふうに思います。それでは早速ね、やっていきます。しりとりしましょう。はい、しりとりしましょう。私から、リンゴです。うん、リンゴね。リンゴといえばゴリラやね。ラッパ。スイカ。ちょっとひねってみます。ラッパ。例えばパズルとかって言わずに、ですとか言うとるし、スイカとかってちょっとひねくれてみよう。あ？何や、しりとりになってへんや。今僕間違えましたけど。今も僕間違えましたけど。大丈夫です。しりとりは楽しく続きましょう。私から。んぎ？んぎってなんやねん。おい、ちょっと。んぎ？んぎって何？何すか？おい、んぎってなんやねん。申し訳ありません。間違えてしまいました。正しい言葉は銀なんです。ん？んぎ？だから、カバン。あんた、それ以前にカバンって、カバンで終わってるやん。銀な、もうむちゃくちゃやん。次は、え？次は、うんから始まる言葉をお願いしますよ。ちょっと、おい。うんから始まる言葉はないんですけど。うん。うんから始まる言葉はないんですが、どうすればいいでしょうか。そうでしたね。申し訳ありません。次の言葉は、人参で。だから、人参。だから、人参。だから、人参だと、うんから始まってしまい、僕が続けられません。どうすればいいですか。そうでしたね。失礼しました。では、次の言葉は、神社でいかがでしょうか。神社から始まる言葉をお答えください。小さいやーから始まる言葉 もう難しいですね。小さいやーから始まる日本語ってないと思います。僕はどうすればいいでしょうか。ごめんなさい。私が勘違いしていました。次の言葉は神宮でどうでしょうか。グーから始まる。グー？それを言うんだったら、ウーから始まる。え、グー？神宮の次はウーから始まるべきではないでしょうか。僕はどうすればいいでしょうか。しつこく聞いてみる。そうでしたね。申し訳ありません。次の言葉、ウサギでどうでしょうか。いや、だから、ウサギの場合はギーから始まらなあかんねんな。ウサギの次はギーから始まる言葉でないとダメなんですが、ウーから始まる言葉を提出した方がいいでしょうかって、ね、真面目に聞いてみましょう。そうでしたね。もう一度私が言葉を提供します。次の言葉は銀行です。次はこうか。おい、もうええ加減にしてくれるの。ダメだこれ。